もっと聞いてね MBS。さあデルマパンゲさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何してるんですかこれ。え、いや写真になればいいなと思って。どういうことや。写真になれ。写真になれ。これを聞いてんのよ。これですよこれ。これ。あこれ。これ何ですか。これその普通ピースこうするけど、はい、ピースのここだけを拡大させたビッグピース。何やそれ。そんなにビッグでやってるけど。写真撮るときにみんな同じコーナーになる。みんな、はい、こんなんとか。はい、じゃあね誰もやってないポーズを根付かそうと思ってこれ。知らん。結構やってるよね。いやもうずっとやってる。だいぶ須田本当前から知ってるよね。ほんま言ったら多分10年前から。一向に広まらんけどな。これ多分でもピースのとき笑顔じゃないといけないと思うんですけど、いつもなんか無じゃないですか。同じ表情。それがだけそうなん、はい。ピースでここで笑顔がセットになったじゃない。はい、無表情のないでみんな手だけ見せてほしいけど、あ、なんならもう手はいらん。顔はいい。こういう人です。アップせんでいいです。今頑張ってスイッチ入れてます。普段はおとなしいです。さあそんなデルマさん告知があるということでございまして、はい、だらだらすんな。喋らすんかい。ほんで、デルマパンゲート99人未満の本当に濃い大阪芸人というライブがですね、9月9日に、ございますので、はい、ぜひ皆さん、吉本漫才劇場の方に遊びに来てください。お願いします。お願いします。そしてもう一個、9月14日ですね、9月14日に、漫才フリーダムという、ライブがですね、同じく吉本漫才劇場の方で、ございますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。遊びに来てって言っても、あの無料じゃないですからね、チケット買ってない。分かってますよ。遊びに来るって言い方があれ。いいじゃないですか。来てくださいね。見に来てください。歌ネタの、ね、あ、そうなんですよ。歌ネタ王の、歌ネタ王決定戦で、はい、敗者復活組の中にですね、僕ら入ってますので、うん、ぜひ皆さん見て投票してください。お願いします。お願いします。全組ゼロ票で MBS を困らせよう。何やそれ。入ってんすよ、ちょこちょこ票は。いや、ここ来ましたね、ほんで、それ、その僕が掲げて。それ。それ、普段はすごい、あの、おとなしい人です。まあ、そうやね。オリジナルで、この辺にね、歯で入れず見れるぐらいもんね、俺。いや、入れてないやん。見せてください。だって、インク透明やもん。透明のインクやもん。言い訳早すぎるでしょ。言い訳が早すぎますから。ものすごいおばあちゃん子で、優しい子なんです。無理してます。ということでございまして、ぜひ、ね、皆さん、デルマさんのイベント行っていただきたいと思います。来週も聞いてください。さよなら。